どうもくつろぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回もリクエストに答えていこうかなと思います。和風の図書館と和風の倉庫ということで蔵を作っていきたいと思います。今回は旗を使っていこうかなと思います。灰色の旗と白色の染料を使っていきますね。で、今回は2種類の模様を組み合わせてナマコ壁風にしようかなと。縦縞とレンガ状のやつ、これを2つ組み合わせますね。まずはレンガを置いて、その上に対して縦縞を置いていきます。よく掛け軸とかで使うパターンですね。全体の大きさはこんな感じです。必要な材料は概要欄に記載していますので、ご参考までに。それでは建築ごゆっくりどうぞ。
you